聞いてちょうだい。それでね、キリシャちゃん、アネモナまで盗まれたっておじいさんが大騒ぎして、もう大変。そうだったんですか。アネモナさんがお店を留守にしたのバレちゃったみたいです。何を言う。お前さんこそ目をまん丸にしてうろたえておったじゃろうが。そりゃそうですよ。あの子はね、私たちの娘のような存在ですもの。とにかく、それで店に戻ったら、アネモナと聖女様の像がなんと戻っておっての。しかも元通りの場所にきれいに置かれておったんじゃよ。こんな不思議なことがあるものかと。だからおじいさん、何度も言ってるじゃないですか。聖女様の像はですね、アネモナが取り返してくれたんですよ。どうしてそう思うんですか。心配するからおじいさんには黙っていたんですけど、アネモナはね、以前から時々お出かけしているんですよ。お前さん、またそんなこと。人形が一人で出歩くなんて、そんな馬鹿げた話あるわけないだろう。じゃあ誰が像を返してくれたというんです。それは犯人は監獄で捕まったというし。私はちゃんと知っているんですからね。あ、thank you.
すみません。あ、はい。お姉ちゃんはいますか？その声は…エル？マークにウードまで。ごめん、アドル君。この子たち、私の弟と妹なの。え？ユファさんの？やだ、何その二人の驚き方。意外ってことかしら。いつも姉がお世話になっています。お世話になってます。どうも。あらあら、可愛らしい子供たちじゃない。こら、お店に来ちゃダメでしょ。しかもみんな揃って、一体どうしたのかしら。どうしたのかしらじゃないよ。うん、これユファ姉がエプロン忘れたから届けに来てやったんじゃねえか。本当にありがとね。みんな立派に育ってくれて、お姉ちゃん涙が出ちゃうわ。忘れ物のせいで仕事が遅れて約束破ったら許さねえからな。うんうん、分かってるから。あら、何の約束をしているの？姉さんとみんなで闘技場へ行く約束をしているんです。闘技場では季節ごとにいろいろな催し物をやってますよね。今子供たちが興味ありそうな催し物なんてやってたかしら。ああ、確か今は。あのね、闘技場にはユファ姉の彼氏がいるの。あらあら、それは初耳ね。彼氏？なんだよ、やることやってんじゃねえか。やること？違う。あの彼氏じゃなく幼なじみです。こら、あんたたち、おいたが過ぎるわよ。言ったのはエルだけど。うん、言ったのはエルだよ。どうせウードがそう言えって教えたんでしょ。ああ、もう恥ずかしい。とにかく闘技場で働く幼馴染がこの子たちを招待してくれたんです。へえ、いいじゃない。よくできた幼馴染みたいね。はい、とてもいい人で、僕たちも楽しみにしています。だから仕事が終わったら早く帰ってきてくださいね。わかったってば。とにかく届けてくれてありがとう。仕事の邪魔しちゃ悪いから、俺たちはそろそろ帰るぜ。エルはここにいたいな。エル、僕たちが家の用事を済ませば早めに出かけられるんだよ。本当に？じゃあ帰る。また今度ゆっくり遊びに来てちょうだい。はーい。本当にいい子たちね。はい、可愛かったです。ユファちゃん、確かあなたたちのご両親は。はい、二人ともロムンとの戦争で亡くなりました。そうだったんですか。うん、8年前ロムン帝国がグリアに侵攻してきた時、バルドゥーク郊外にいた私たち家族は逃げ遅れてしまって、戦闘に巻き込まれたんです。両親は切りかかってきたロムン兵から私たちをかばって覆いかぶさるように。そう、大変だったわね。でもユファちゃん、あなたはとても素敵よ。え？あの子たちを見ると、あなたがどう接してきたかわかる。
三人ともまっすぐ育っているものね、アドルちゃん。ああやだもん、アドル君。あの戦争のせいで本当にいろいろありました。でもあの子たちがいてくれて救われたのは私の方だから、何があっても守りたい。あの子たちが過ごす穏やかでかけがえのない日常を。陰ながら私も応援させてもらうわ。店長ありがとうございます。よし、今日も一日頑張らなきゃ。はい、今日もガンガン働きますよ。他にも要件があれば言ってください。今日もガンガン働きますよ。任せてください、任せてください。他にも要件があれば言ってくださいね。いつでも。アドルさん、いつでもお待ちしてます。アドルさん、Thank you.
何も交換しないんだ。バイバイ、また来てね。あや、準備しておくとするか。腕の見せ、これで完成だ。な、こんな、お疲れさん。
お使いですね。では聞かせてもらおうか。うん、ゆっくり選んでね。次は買っていってね。また来てね。ああ。
どうぞ覗いていって。何が必要なの？毎度他に何か。また来てね。やっ、ありがとうご。美味しそうですね。ゆっくり選んでね。毎度あり、毎度あり。他にもいるかな。また来てね。はて、いいかな。
よ。どれどれ。さすがだね、アドル君。これを受け取ってほしい。おい、宝箱だぜ。あ、宝箱です。お前か。どうする？持っていくといい。交渉成立だな。そうか。ではな。ではな。バイバイ、また来てね。
い、お使いですね。かしこまりました。他にどうかお気をつけて。どうする？これを選ぶとは。そうか。ではな。よ。お前か。お前か。
気をつけろよ。宝箱だ。そこを左だ。はっ、宝箱だ。大丈夫か？慎重に行けよ。
任せな。
聖国騎士団の副団長を務めるルシアンだ。ひとまずそう名乗っておこう。その肩書きも今となっては剥奪されているかもしれないがな。
ようやく終わったか。